岡さんオンライン証券。はい、えー、こんにちは。三月の三十一日水曜日の。 株とか汗の売買シナリオでございます,現時刻でございます14時44分とこういう時間帯でございますね。あと16分、東京株式市を残しているとこういう時間帯でございますけれども、さて本日でございますけれども、3月の31日、月末、期末とこういうところで、需給の方が話題になっているところでございますけれども、昨夜でございます、22時から毎晩、月曜日から金曜日まで放送されてますね、東京 MX テレビのワールドマーケット。こちちらに出演させていただきました昨日はちょっと20 22時半過ぎぐらいからですね今終盤まで出演させていただいてちょっと遅かったんですけども渡辺さんと大吉さんの間に入ってとこういうところで,すでこちらのところですね、まあ、ウェブサイトなどでもご覧になれるかという,ふうに思いますけども。 まあやはりどうしても昨日のところ、この二人のところで間に入ってというところで、いろんなところでの資料なども出させていただいたんですけども、アルゲコス、前回のこのバイシナでももうちょっと申し上げましたフィナンシャルタイムスなども大きく出てますよね。アルゲゴス、要は米系のヘッジファンド、この破綻,破綻という言い方で変ですね。既存というんでしょうかね。信用既存というところでのお衣装、マージンコールに関わるというところで、 この番組の中では、私は一応気遣使って、複数の米系インベストメント銀行だとか、欧州スイス系のところだとか、本邦のところでの一部というふうにして申し上げたんですけれども、そこがちょっと噛み合わなかったようで、報道に出ていた通りで、そのまま名前を言い合っているというところで、私も昨日はフィナンシャル・タイムズのところでグレディ・スイスさんだとか、野村さんの名前出させていただきましたけれども、複数の名前が出ていたと、そうしたところでの動きというところ、ただし、これもちょっと今日は峠を越えたのかなというところで、先ほども 申し上げましまたけれども今日は3月31日、月末、期末需給というのが東京市場を、まあ、覆っているのかなと、特に外為市場でしょうかね、こうしたところでは、まあ、外貨を買う、ないしはドルを買う、これも非常に需給所、まあ、勝手に外貨をするわけにはいきませんので、えー、そうしたところでは不足分のキャッシュを手当てするとこういうところ、そうしたところが国内の企業群を中心として、えー、かなりそうした需要が強まっているというとことで、円売り、えー、外貨高、円売り円安という言い方でしょうかね、で特にドル円相場でございますが、 1>, 1ドル111円、111円の目前まで。 えー、今が110円の98銭まで高値になっていますね、えー、昨日のこの倍増のところでは110円の40銭ぐらいのところを高値とさせていただいて、ちょっと強きすぎるんじゃないかというのはご指摘を受けたんですけれども、まあまあ、そこの水準でほぼ終わって、えー、その後でございますが、110円がもうずっと昨日の午後夕刻ぐらいかでしょうかね、110円台がずっと割れずに、えー、夜は110円のところ、110円の40銭、50銭、そこのほがまたちょっと下がってきたからもう一回上がっているとおいうところでございます。かなり外貨外不足というのが 指摘されているところでございます。さて、で、今日はちょっと株式もそうなんですけど、為替市場の方がちょっと主役感強いかもしれませんね。ええー、まあ、それをもう踏まえて、今回の売買シナリオ、こちらでご案内させていただきたいと思います。はい、えー、まずはドル円からでございますけども、まあ、先ほど申し上げましたアルケゴスの問題というのも、相応に投峠を超えた。でも、これはどちらかというと株式市場なのかなというところで、ちょっと後ほどご案内させていただこうかと思います。で。 えー、昨日、東京ミステレビさんのワールドマーケット出演させていただいたときにです、ね、もうこのちょっと梅品でも以前ちょっと触れさせていただいたかもしれませんね、4月解散、5月総選挙というようなルーマーというんでしょうかね、永田町観測がちょっとありますとで、それをもってすると株高円安というような為政者側からの支援がちょっと期待されるのかなというふうにして申し上げた、もうこれどこまで安い邪殺に伴うのか、ちょっと非常に微妙なところではございますけれども、ただしですね、今般ですけども、こ今また直近でいろんな の話が漏れてきましたのは。 まあどちらかというと一般報道での憤り、まあ、ちょっとこの場で憤りの話をするのもちょっと適切じゃないかもしれませんけれども厚労省の送別会に伴う大演会という場合わざわざ代をつける必要性もないのかもしれませんが当社は銀座周辺で行われたという話なんですがその話が話題になっているとでそれとマーケットどんな関係があるのかというような話は当然ご指摘あろうかと思いますけれどもそうしたところではかなりです、ね、与党の管理責任が問われていてこのまま解散 という形ではかなりまあお灸を据えられる可能性があるんじゃないかというようなです、ね、ちょっと警戒も出ていて、警戒、えー、軽々に解散、ね・やはり総選挙に打って出ることもできないんじゃないか、そうなってくると、やはり米国での菅首相の訪米後、まあ、どのようなあコミットメントができてくるのか、えー、もちろんそこにおいては環境関連の銘柄だとか、再生エネルギー、まあ、そうした個別銘柄も出てくるかもしれませんけれども、米債をその分引き受けるんだとか、今般でございますけどもね、バイデン大統領 インフラ再構築計画という言い方はなんでしょうかね、ここは発表するのが一応、これから見送り 今晩まあ早朝明日の朝なのかもしれませんけどもね報道出てますのでまあそうしたところも踏まえていくとちょっとなかなか身動きが取れないというような話が、まあ、中田町のところかちょっと政治の方ですけどもね出てきてるとこういうところでございますじゃあ為替の方単体の方で見たらどうなのかねやはりこのドル買い需給というのがかなり強まってきてるというところでしょうかねおそらくでございますけどロンドンの8時いわゆるロンパチとい言い方しますけどもロンパチ内緒はロンドンフィクシングこれも以前申し上げましたけどもねよく申し 日本時間の24時、えー、こうしたところで東京市場での外貨買いというのがオーダー回っていってそこからまた強含んでくる可能性あるかもしれませんじゃあ何か、何かしら経済指標を注目しておくものはないのかというところなんですけどもね22時15分にオートマチックデータプロフィッシング全米雇用報告があったりだとかあとは、そうですねどの程度まで蒸し返されるのかわからないですけども世界保健機構、WHO の調査団がまとめたこの新型コロナの、えー、報告書公表 えこれ、中国においてというとこなんですけども、日本だとか、 米 A、米 A5A、あとカナダ、韓国も確か名前あったと思いますけどねだい、えー、大体14カ国が連名で、えー、これちょっといかがなものかという共同声明の懸念表明をしていますで。中国側が実はこれ当然反発してるんですけども、こうしたところ WHO の調査に関する不完全性に対する抗議、えー、これがちょっと改めてつまびらかになってきているというところでは、ちょっと対立軸が、まあ、私もいたずらに申し上げたくはないんですけどもね、えー、そううした対立軸という のをちょっと意識してくるような動きが出てくるのかどうかも一応頭の片隅に置いといていただいてもいいのかなと。ただし基本的には本筋はやはり今日は期末年度末での需給。 こちらの方に重きを置いているというところでございます。ユーロドルなどもですね、ちょっと下押しというところで1.17台、こうしたところの水準感というのがかなり脅かされていて、でいつ、まあ、以前もちょっと申し上げましたけどもね、ユーロドルも1.17割れて1.16台、この辺に行ってもいいんじゃないかというような見方をチャートなどでも見ておりましたけども、とにかくドル買い、これがどの程度までドル円に、他の通貨からもそうなんですけどもね、影響出てくるのかがポイントというふうにして見ております。さてで、今回でございました。買いないしは買い 今の水準が110円の82銭。 今の水準でもエイヤーというふうにしていきたいのが本音でございますが買い内い買い体期とさせていただきました予想レンジは110円の55銭から111円の50銭えかなり強気な向きは111円の70ぐらいまでいっちゃうんじゃないのかというようなインターバンク市場関係者もいたんですがえ、まあ、19でそれ以上ないとするならば、まあ、1の半ばぐらいがちょっとちょうどいいのかな、まあ、そんなイメージでございますけどもいずれにしても3月16日の11円の24銭ここを超えていったら抵抗体ございませんのでねここ ポーンと跳ね上がっていってというところが一つの目安になるかもしれません。ということで110円の75銭で買って111円の30銭一応3月16日の高値を意識したというところでの決済売りでございます。の7 5で買って130で売るということで55銭幅狙いでリスクの方も55銭一全く同じということで110円の20銭え2時間が絞りんじゃの中心線ここをちょっと脅かすような動きになってきたらロスカットと。で ここのところ、えー、昨日の上昇帯ですよね。まだ残っているところではございます。今日もまあ中の中うの時からずっと上昇したい2つはございますけども、えー、昨日の午前中からのこの上昇帯をさらに下押しして、 110円が割れて109円の90銭になったらちょっと111円に向けてのトレンド短期上昇トレンドも終円だろうというところで一応ここに来たらいくら強気に見ていても一旦やはり損切りなんじゃないかというところでまあ参考というところでマークさせていただきましたちょっと110円割れたらこの短期上昇トレンドも一旦は終円とういうような見方でのマークとういうところでご理解いただければというふうにして思います。 はい続きまして日経金株価でございますけれども、今が29,227円というところで、29,300円、なかなかちょっとおぼつかないと。で、オプションなど、日経225の4月切りのオプションなどを見ますとですね、3万円、内社2万8,000円、まあこれかなりに幅あるんですけどもね、ストラドル形成が含まれているということで、まあ量はどっちに行っても、 え、カバーできるというようなオプション合成戦略を取っている向きもいるようでございますけれども、現状においてでございますが、やはり米国株安を受けての売り先行というところでそのまま、で、アジア株も非常に下押しになっているというところです。え、1ドル110円というような水準感にはあるんですけれどもね、え、これが、ま、1ドル111円も目前にしているような状況ではあるんですけれども、円安不要力というのが追い風になってというような状況にはなっていないというのが今、 足元というところでございます。で、33業種でございますけども、全場においてでございますけども、値上がりしていたのがわずか4業種でございました。5番に入って今の時点でございますけども、5業種、鉄鋼、自動車、まあ、自動車はまあいいかもしれませんけどでも、若干のプラス、あとは保険、 情報通信というところでしょうかね、この辺のところが一応プラスになって、あとはサービス関連というところでしょうか、全場においてでございますが、値下がり銘柄数が1460、値上がりが666と、やはり 下落してしまってまあ月末というところでは、いろんな組み替えだとか、そうしたところも当然あって、しかるべきなんじゃないかなというふうに正直思うんですけどもね、アジア株全般もちょっと安いというところ、ちょっとこの辺のところは気がかりだなというふうにして見ております。さて、5番に入っての日経平均株価でございますけれども、大体ファーストリテイリングがマイナス強度としてやっぱり大きいんですよね、そうしたところは、全場の引けの時点においても、出でございますけれども、9 9 8六65円。 90, 今の時点で大体63銭ぐらいでしょうかね、やはり押し下げというところで、こうした値傘、大型株のところが寄与して働いてしまっているというところでございます。えー、さて、じゃあクリック株365はどうなのかというところなんですけれども、本日、今の時点でございます百100円もプレミアムが乗っかってないというところです。日経がが今 29, 円ククリック株 9297円というところでしょうかね50円弱ぐらいしか、まあ、プレミアム乗っか,かってない4050、えーまあ、円弱でしょうかねそういう言い方の方が多分正しいかと思いますというところではまああまり値幅の差がないというところなんですけども今が2万9300円 で、日経金株価が29,260円というところですね。やっぱり40円、50円。これぐらいのプレミアムが乗っかっているのがクリック株36を日経225数と。さてで、前回でございますけれども、売り買い待機とさせていただきました。今回もやはりちょっと売り買い待機というところで、上値の重さからちょっと下方移行したというイメージでの今回のシナリオでございます。予想レンジ29,225円から 2万9500円というところでございます。今が2万9000円、まあ、大体300円ぐらいの水準感でしょうかね。で、A 案、2万9225円で買って、2万9425円で売る、200円幅狙い。で、リスクの方は200円ということで、200円1、えー、2万9000円、飛んで25円になったら損切りというところ、これが A 案、買いの場合のところのシナリオでございます。で、一方で B 案の方なんですが、2万9500円で新規売り、買い戻しが2万9300円で200円幅狙い。で、リスクの方も2万9700円という ということでリスクも、えー、200円リスクというところで200円いいでございますね,、えー、そうですね。2時間足ボリンジャーの中心線ないしは日足の雲の上限ないしは日足のボリンジャーの中心線 2万9430円から2万9480円ざっくりと2万9450円くらいでしょうかねこの辺のところを今夜超えていくことができるのかどうか今が2万9300円ですけどもねこの辺の水準をちょっと超えていくことができるのかどうかというのをポイントで見てますので,で2万9500円で売りというところでも加工っと見る限りですと400円台でもちょっと売りエントリーしてもいいのかなそんなイメージで見ておりますが問題は2万9200円水準での堅調性。この辺の辺 とところが大きなポイントというふうふにして睨んでおります、えー、現在においてでございますけれども一応米国においては回復景気回復期待というのはこれ一応ありますので、ねえー、まあ金利の上昇においてというところでは時間外においてはちょっともみ合いにはなっているんですがクリック株365のニューヨークダウンを見る、えー ところがまあこれもちょっと下押しになってしまうのかどうかこの辺のところがちょっとポイントになってくるかというふうにして睨んでおりますで特段に先ほど申し上げました雇用というところでは米国株式市場の方も為替の市場の方も多分同様かと思いますけれどもやはり一番の大きなポイントとなりますと、えー 株式市場の方が、このバイデン大統領からのインフラ投資に対するいろんな観測報道というんでしょうかね、こちらの方がおそらく感動度非常に強いかと思います、えわざわざネガティブなことを言うというふうにしては思いませんのでね、それを受けて債券市場だとかというとかがどういった形になってくるのか、えー、ないしはまあ財源の話だとか、そういった問題でしょうかね、えー、そうしたものの観測報道に一応ご注意いただければというふうにして思います。 はい、えー、といととうことで今が14時58分、もうちょっとで終了というところでしょうかね、日経平均株価が2万9250円台から、まあ、260円ぐらいのところもなんとかあ、まあ、300円までちょっと押し返していくのでちょっと今日は厳しいのかなというふうにして睨んでおりますので、まあ、おそらくご営業日ぶりの反落という,ような形になろうかと思いますが、やはり、えー、月末、期末というところでのいろんな調整というのは、これちょっと致しかなかないのかなというふうに思います。 手控えるんだという方もいらっしゃるかとは思いますけど値動きがどのような形になって明日から。 いよいよ4月でございますのでね、どのような動きになっていくのか参考にしていただければ、戦略練っていただくタイミングの時間帯になってくるかというふうにしております、それと明日でございますけれども、4月の1日、えー、まあエイプリルフールになってくる冗談をさておき、明日日銀の短観がございますよね、日銀の短観はおそらくここ最近の株高円安というところでは、それほど景気共感の圧迫というのはないというふうにしては見ていますが、こちらの方も、 企業マインドがどのような形になっていくのか、朝一注目されるところでございます。明日午前中でしょうかね、明日またちょっと東京 MX テレビさんの今度は東京マーケットワイド、出演させていただく予定でございますけれども、明日の4月1日、どのような動きになっていって、4月につながっていくのか、その前哨戦、最後の日ということで、今夜のでございますので、ね、どのような値動きをするのか、リスク管理も重きに置いていただいて、レートチェックは忘れないように、お取り組みいただければとこういうふうにしております。以上3月のの日日水曜日の 株と為替の売買シナリオでございました。